戦勝蜘蛛科は、節足動物門バサミカクアモンクモツナクモメの群の一つである。戦勝蜘蛛科のクモは、丸い腹部に細長い足を持つ。ふわしには鋭いトゲが並ぶ。いわゆる増毛性のクモに近いものではあるが、網を張ることはなく、他のクモの網に入り込んで、その網の主を捕らえて、餌とする。和名の戦勝蜘蛛は、戦勝蜘蛛の家で、 他の雲との戦いに勝つことから付けられた。英名はパイレートスパイダー、つまり海賊雲という。雲を専門に狙う雲は他にもいくつかの群に見られるが、このドガのものは全てこの習性を持っている。足は長く、特に第一、第二脚がよく発達する。またこの二本の不足の前の円に、長短の指紋が交互に並んでいるのが特徴である。 これは獲物を狩るのに用いられる。色は黄色、褐色から黒っぽいもの、より多くの色を持つものまで様々で、透明な色合いのものは、笹雲類に似て見えるとメーンは書いている。しかし、基盤の上あつらを歩き回るよりはぶら下がる姿勢が、普通で、全体の雰囲気は、姫雲類に似ている。東京部には二列に並んだ目があり、その外側の前後に並ぶ二個は互いに接する。 腹部は丸っこく膨らむものが多く、その背面には低い隆気や突起を持つものが多い。糸いぼには迷子がある。自らは網を張らず、歩き回っては増毛性の雲を襲ってくう雲である。そういう意味では徘徊性であるが、その体格は増毛性にしか見えない。また雲を襲う場は相手の網の上である。網に侵入している時以外は、 枝先などに簡単に糸を引いて、それにぶら下がって静止しているのを見ることが多い。餌は網を張る雲であり、網に入って雲を襲う。日本の戦勝雲では、その際に、網の糸をこの雲が弾いて振動させ、網の主が接近したところを捉える。同様の行動は、他の種にも知られており、なぜ振動で誘引されるかについては、以下のような説がある。の二つで、 種によって異なるらしい。いずれも振動を使った擬態ということができる。どちらでもないものもあるとの説もあるが、はっきりしていない。他に、素早く、網主に接近して捕らえる、逆にそっと忍び寄るように接近してから襲いかかる、例も知られている。北戦勝雲の乱納乱は、丸っこい乱納に包んで生む。乱納には長い柄があって、ぶら下げるようになっており。 やや影になった場所、岩の影などにぶら下げて放置される。世界に12族170種ほどが知られ、その多くは、戦勝雲族と腹広戦勝雲族に含まれる。日本からは、この2族に7種が知られ、中でも戦勝雲は、普通種である。詳細は、戦勝雲かの属種を参照のこと。以下に、日本産の族と代表的な種のみを挙げる。ありがとうございます。